ポーランド内のトルチェシャノの位置。トシチャノは、ポーランド、ポモージュ県東部の村である。人口は、約500人、面積は11平方キロメートル余りである。トシチャノの元の名前は、メディックス内し、ミディックスであろうとされている。それ以前のこの一帯は、乾村が点在していたのみであった。14世紀後半、ドイツ騎士団による入植圧線が行われ、入植者に、 ドイツ貴族の生を与えるという優遇措置で主に、ポーランド人の農家を招き入れた。当初は、ホーニッヒフェルダと呼ばれた。しかし後に、名称の混乱が起こり、密の地ホーニッヒフェルダの地名は、頭文字の H を K に変えて、王の領地、コニッヒフェルダと、なし崩し的に呼ばれるようになった。ポーランド語の都市ャノの語源は、ポーランド語の単語、トルチェッチナに由来すると思われる。 現在の地名が初めて文献に現れたのは17世紀前半であり、それ以前にはドイツ語の地名、コニッヒフェルダが用いられていた。統治権をめぐって、ポーランド王国とは独立した組織であると主張するドイツ騎士団とそれを認めない、ポーランド王国との間で激しい争いがあったが、統治のドイツ人やポーランド人の地元の人々は、 先制的なドイツ騎士団を嫌って反ドイツ騎士団、組織、プロイセン連合を結成し、自由主義的なポーランド王国側につき、一連の戦争の後1466年の第二次トルンの和訳でこの地一体が正式にポーランド王国領と公認され、それ以来、後にポーランド分割でプロイセン王国に不法に強奪されるまで300年以上にもわたって、正式な ポーランド領であった。一帯のリーエボ地区の公式サイトの説明によると、16世紀初めからは、シュラフタであるブラント家がこの村を所有していた。ポーランドとスウェーデン間の戦争中の1629年、ここでポーランドスウェーデンの両軍隊の間で、トシチャノの戦いと呼ばれる大きな戦闘が行われた。現地に残る伝説によれば、戦闘中に、 スウェーデンをグスタフ2世やドルフは誤って湖に彼の王女を落とし、それは今日まで湖の底に眠っているとされる。1918年以降、ポーランド領に復帰している。ありがとうございます。